はい、時刻は8時を回りました。日曜日の憂鬱の時間です。今週も日曜日の憂鬱の時間です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、番組パーソナリティの、カットしない美容師仲間君博と争わない弁護士の工藤敦子です。よろしくお願いします。はい、始まりました。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmginowan.com 797@fmginowan.com までメッセージお願いします。お待ちしてます。します。はい、では、今週第2回目ということで。はい、2回目になりました。はい、はい、始まりました。4月10日ですね。はい、もう4月に入ってですね、新入社員とか新入生を東京では見かける風景がよく今週あったんですけど、はい、あつこさんの方は何か4月から変わったこととかありますか？何ですかね、4月ね、まあ桜が綺麗だなって思ってますね。結構東京はね、寒暖差があったので、寒い日と暖かい日が結構日によって違ったなっていう4月だったなと思っていて、でもちょうどね、桜も満開で、うん、いい感じですよね。そうですね、うん、ちょうど1週間前の日曜日が、はいはい、桜見ごろなはずが雨が降って、うんうんうん、もうすごい寒くなったみたいな感じになってましたけどそうですよね、はい、確かに、はい、もうだいぶ気温も上がってですね、もう逆に一気に暑くなったみたいなイメージ、ね、うんうん、ね、今日暖かいですもんね。今日暖かったですね、はい、ね、うんうんうん。中間さん、何か4月になって変わりました？そうですね、特に変わってないですけど、なんか気持ちの上でなんかフレッシュにはなりましたかね。はい。そうですね。なんかやっぱりでも4月って何も変わんなくてもなんか変わった雰囲気ってありますよね。なんか世の中的にちょっと明るい雰囲気ってありますよね。うんうん、明るいですよね、確かに。なんかちょっとワクワクソワソワする感じしますよね。そうですね、うんうん。なんか3月が結構別れの時期で結構悲しい雰囲気。感じなんですけど、4月はなんかパーンとなんかいい雰囲気ですよ、うん、確かに確かに、ちょっと弾ける感じありますね。そうですね、うん、っていう感じで、はい、本日もですね、この日曜日のこの憂鬱な時間をより明日の元気にしてもらえばという時間になればと思います。はい、はい、思っておりますもう沖縄暖かいですよね。沖縄はそうですね、うん、もう沖縄は4月に海開きするって聞いたんですけど。そうですね、あでもね、ちょっと今見てたら3月に海開きしてるみたいな、うん、3月そんな早いんですか、ね、すごいですよね。めっちゃ海入ってるんですかね。ね、いいですねいいですねいいですね、うんうんうん、毎週言ってますけど、本当に沖縄に行って収録をしたい目標です行きたい、はい、行きたい、とりあえず行きたい、宜野湾さんとこ行きたいそうですね、はい、まだあまり宜野湾ってどこなんだろうって感じなんですけどね、中の隣かなんかなんですかね、あんまりちゃんと今度調べておきますね、ちゃんと、はいそうですね、行けるように調べておきます。はい、うんうんうん、分かりました。じゃあここで1曲でしょうか。そうですね、うん、1曲、はい、はい、じゃあコキアさんお聞きください。はい、はい、なんかそう、せっかく、まあ、4月ということなので、こうフレッシュな気分なので、どうですかね、こう仕事を始めたばかりの頃のお話でもしましょうか。そう、そうですね、はい、ね、うん、弁護士の1年目、うん、資格を取った1年目どんな感じでした？もう私でも資格取ったの40超えてからなんですけれども、はい、なんかでもね、こうわちゃわちゃな1年でしたね。わちゃ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 、もうなんか初めてやることなので、はい、忙しかった、忙しかったです、本当に慣れないことを
やるので、まあ、もちろん弁護士ね、今は司法修習、もっと昔は2年とかあったんですけど、今は1年間修習生っていう期間があるので、実際そこで1年かけて研修みたいなことはできるんですけれども、とはいえですよね、やっぱり本当にデビューして、弁護士としてデビューしての1年っていうのは、もう初めてだらけでしたね。だから思うと、まあ、必死になってただけって感じがしますね。もうなんか裁判所行ってどこ座ったらいいんだろうみたいなところから始まるので。もういきなりあれなんですか、そういう裁判とか、いきなり一人で始めたりするんですか？そうなんですよ。怖いです ね。怖いですよね。まあ、すいずれ先輩とね、一緒に行ってもらったりはするんですけれども、まあ、あとはもうね、一人でやってみたいなところはあるので。そうなんです。お客さんからしてみたらね、もうそりゃもう、弁護士さんなんでしょって思って 話してくるので、そうですね。でもねえ、結構ダメージ大きいですよね、いろいろ。大なんかきいで初めす。てのことで。大きいです。もう二度と繰り返したくない一年ですね。ああ、わかります、わかります。仲間さんどうですか？美容師一年目。美容師1年目はもう本当に過酷すぎて、今はですね、美容師免許って、もう美容学校卒業して、就職する前に取る免許になってるんですけど、僕らって国家試験になった1期生で、全容がもう全く分かってなくて、もうなんか、そうなんですよ。もう前例がないような状態でいきなりスタートしたので、もう全然その過去問とかそういうのも、ま、一切分からず っていう感そうなんですじね。で、僕は学校がですね、福岡の方の学校行ってて、で、その就職とともに東京に出てきたので、完全アウェーで、もうサポートも一切なくっていう状況でですね、しかも、もう仕事が始まってるので、仕事のその半年後ぐらいに国家試、あ、違うか、3ヶ月後ぐらいに国家試験だったんですよね。わあ。仕事もめちゃくちゃ忙しくて、ほぼ休みもなく、もう朝から晩まで働いてる中で、国家試験の全容もなく、で、練習もしないといけないっていう中でですね、一回落ちちゃいました。年に何回あるんですか？ですね、今は1回なのかな？今は多分1回だと思うんですけど、当時は一応2回あったんですね。まあ、多分は、まだ始まったばっかりだったので、国家試験が。多分2回あって、春と秋みたいな感じで、春じゃない、もうほぼ夏前ですけど、まあ、一応そんな感じで受けて、1回落ちて、で、僕たちの時はですね、ちょうど、カリスマ美容師全盛だったんです。で、そのカリスマ美容師の人がまた無免許だったっていうことが発覚して、で、結構バタバタその無免許の人が、もうテレビに出るような、本当超有名な人がですね、無免許だったっていうことで結構叩かれて、で、一緒にそのもう、大先輩たちと国家試験一緒に受けるみたいな感じ。だからもう史上稀に見る、その美容師試験って大体それまで98%か9%受けた人受かってたんですよ。1個上の先輩までは。で、僕らの時いきなり70%以下になったんですよ。その1回目の時。もうどれだけか、すごいかってことなんですよ、それが。すごいですね。だから、そうなんです。で、どう、ちょうど、入社した会社は結構大きな会社だったんですけど、同期、配属、最初銀座の方に配属されて、銀座で働いてたんですけど、銀座に、配属された同期が10人いて、9人女性だったんですけど、僕だけ国家試験落ちるっていう。で、面白いのが、もうその、あれなんですよね。そこの銀座店の、もう本当にカリスマ美容師的な人がいたんですよ。すごくこう、もう本当にテレビに出るような有名な人。この人も無免許で、実は。で、一緒に受けて、で、その人と僕だけ落ちたっていう。で、同期はみんな受かるみたいな。そんな感じ。ええー、
面白いとか言っちゃいけないですけど、はい、ショックですよね、その時はね。そうですね。ね、まあでもショックもなかったですね。もうなんか本当、みんな東京の学校なので、やっぱりサポートも結構あるんですよ。ああ。もう情報も来るんですけど、はいはい。もう本当、急に、なんですか、完全アウェーなので、学校の方でサポートしてくれるように、一応練習会とかには行けるんですけど、その国家試験の実力、はいはい。でも、アウェーなんで、基本的にやっぱ愛着がないので、あんまり教えてくれないんですよ。そんな感じでですね、もう悲しい1年目というか。いや、悲しいです。試験ってあれですか、筆記と実技があるんですか。そうなんですよ。だから筆記はもう合格したんですよ。ほう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 。そうなんです。実技がもう本当に前年と全く全容が変わってて。はいはい。で、今またさらに変わってるんですけど。それ実際にカットするんですか。美容師の国家資格ってカットするって思うじゃないですか。はい。カットしないんですよ。はい。正確に言うと、それが問題になって、叩かれてカット入れるようになったんですよ。その何年後かかに。僕らの時はカットしなくて、もう本当すごい、なんかローション使って、こうなんか上、なんかこうやっていろいろやったり、もう本当彫刻作るみたいな感じのやつとか、あとパーマを20分間で60本巻かなきゃいけないとか。そういう試験だったんですね。そうなんです。で、ちょうど一緒に美容学校同じ同期の子がちょうど同じ国家試験会場にいたんですね、うんうんうん、でその子はですね、もうそのパーマを60本のロットを絶対巻かないと不合格になっちゃうんですよ、はい、20分間で、うん、で、僕はですね、一応ギリギリ必死に巻いてなんとか負けたんですけど、まあすごいちょっと、うん、見た目が多分良くなかったんで落とされたんですけど、そのもう一人の子はもうめちゃくちゃ18分ぐらいで終わっ20分なので18分ぐらいでもう巻き終わって、すごいドヤ顔で余裕見せてこっち見ながら結構おちょくった感じで見てたんですよ、うんうんうん、でもその同期の子はなんか数えたら59本しかなくて落選っていうまさかのまさかのですね、あと1本でその後もその同期は、僕は2回目で受かったんですよ、その秋に、はい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 、でそのカリスマ美容師の先輩も一緒に受かって、ああ、はい、ああああで、まあ、2人みんなにで胴上げされたんですけど2人、はい、すごい。でもその59本で終わった子は2回目も今度、うん、スプレーやって水を吹きかけるものを持っていかないといけないんですけど、はい、それ忘れちゃって、うんはい、ボルビックのペットボトル買ってそれかけて落選っていうもう笑いにはならないそれ、ね、伝説を残して、面白い。じゃあ道具も持ってくんですね、自分で。あ、そうなんですよ。あ、そうなんです。面白いです。全然なんかそういう世界ってわからないですね。そうなんです。でもなんか面白いことに、その落ちた僕と同期だけが、その美容学校福岡なんで、はい、東京に出てきて唯一独立してお店を構えられたっていう感じなんです。その後でまあそれがすごいのかどうかは別として、なんか面白いなって思ってね、面白いですね、はい、そういう長い話でした上の話です、はい、なんかでも、ね、美容師さんのそういう国家試験だと聞いてても楽しいですけど、うん、これ司法試験の内容聞いてもつまんないじゃないですか。ああ、でもつまんないけど、なんかどれだけ勉強するんですか。もう勉強時間とか、勉強時間とかどうなんですかね。多分ね、何千時間とかなのかな、あれ。そうそうそう、はい、も私はそんなにあれなんですよ、真面目な受験生ではなかったので。あ、全然ですよ。あでも何回で合格したんですか。私すごい遅いですよ、私5回目で受かってるんですけども。あ、でも5回なんですね、すごいですね。でも5回、いやいやいや、いや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 、昔のね、うん、一発試験のいわゆるこう本当にその試験だけ通ればいいっていう時は 3% とか低かったですけれども、
今はあの法科大学院制度、基本的には法科大学院制度なので、まあ普通に大学行った後に2年か3年法科大学院行って初めてあの受験資格が得られるっていう制度に変わってきてるので、全然あの合格率も高いんですよ、前よりはね、10倍とかあるんですけれどもね。で、あのその学校出てから今は5年で5回までしか受けられないっていうルールがあるんですよ。ああ、そうなんですね。だから私ラストチャンスだったんですよね。ああ、でもラストチャンスをものにできるそのあのメンタルがすごいですね。そうですね、なんかすごい2回目の時がギリギリで落ちたんですよ、うん、で全然ダメだったらもう諦められたのに、はい、3点足りなくて落ちたとかだったので、なんとなく諦めきれなくってしつこくやってたっていう感じで、でもやっぱりすごい試験大変なので、はい、そうなんですよ、あの4日間かけてやるんですけれども、でももうね、最後の5回目ラストチャンスの時はむしろ楽しかったですよ、もう試験のやり方とかも大体分かってるので、あ、なんか緊張してる周りを見ては、ああ大丈夫だよ、そんな緊張しなくてもみたいに思ってて、もうなんかここの会場に来るのはどっちにしても最後だって思ったら、はい、むしろなんか面白くなってきて、もうなんか好きにしようって好きに書こうって思ってたら大丈夫だったので、なんかそういう気持ちの方がいいのかもしれないですけど、ね、そうですね、何でもやっぱりそういう発想の転換で結構コロッと行ったりしますよね。いますよね。そう、なんかリラックスしてる方がいいんでしょうね。うん、でも5回目って最後かって思ってリラックスになれる敦子さんすごいですね。でもねえ、どういう心境なのかですよね。何か結構その司法試験受けてる人、僕もなんか美容師をやってて何人かあのこう施術でカットしたり携わったことあるんですけど、はい、大体この人落ちるだろうなっていう人なんとなく分かりますよね。なんかでちゃんとこう司法試験受かってる人ってもうなんか最初からやっぱりその出来が違うというか、なんか、まあ、努力しても努力でなんとかなるっていう世界じゃないじゃないですか、司法試験って。なんかでもそれは分かります。なんかやっぱりセンスとか、はい、あの得意不得意がどうしてもある試験なんだろうなっていうのは受けて思いました、うん、なんか多分他の試験だったら、はい、こう過去問をすごい分析してるとかちゃんと覚えてるっていうので受かると思うんですけど、うん、司法試験ってすごい独特な気が私はしましたね。あのその考え方を書いていくものなので、はい、こうじゃなきゃいけないっていうのもないし、ちゃんとそれで、ある程度、こう、ちゃんとね、あの、常識的なところに行かないとはいけないんですけれども、はい、でもね、頭の使い方が全然違うから、難しいって言われる試験なんだろうなって思ったんです。あ、記憶吐き出し型じゃないし、ちゃんと論理的思考で考えられるっていうことが。はいはい、そうですよね。だからなんか、もう本当その勉強だけできればいいっていう問題じゃないですか、うん、そうですね、いわゆるお勉強とも違う気がしました、うん、私もなんかすごい最初苦労して、私もともと理系出身からなので、うん、あの法科大学院行った時に全然日本語が分からなくって、うん、何を言ってるんだろうって、過失って何とか思いましたし、初めてなんかね落ちこぼれましたよ。あの、あ、勉強、本当にです、勉強が分かんないってこういうことかって初めて知って、あ、なんか初めて分からない人の気持ちが分かったってすごい、でもそこからちゃんと復活してちゃんとこう試験を通るっていうところまで行ったっていうのがすごいですね。そうですね、時間かかりましたけどね。もうなんか最初なんか僕なんかも今例えば、いきなり英語で授業を受けろって言ったらもう本当に意味が分かんなくて、まあ、英語だったら多少はあの単語は分かるかもしれないですけど、なんかそれを英語で授業を受けたものをちゃんとレポート提出しないともう不合格ですって言われたら、もうなんかパニックになりますよね。もうその言葉が通じないっていう壁から入ると、そうですよね。そうだからそうですよね、どこの世界にもこうなんか共通言語みたいのはあるんだろうなって思ってて。そうですね、うん、そうなんですよね、うん、今ですね、うん、僕もあの発毛とかやってるので、あのサロンの方で、
結構ですね、そのドクターとか、医学博士とかの結構セミナーとかですね、そういうこう勉強会みたいなのによく参加するんですけど、単純なドクターとかですね、単純な医学博士の言ってることってもう化学式とかなので、全然言葉が意味が分かんないです。だからなんか、一緒に、なんていうんですかね、進んでいこうと思っても、やっぱ共通言語って本当大事だなっていうのを感じてますね。ああ、そうはい、なんですなんね。かまあ例えばで言うと、ドクターはですね、美容師の世界でよく質感とか髪が軽いとか重たいとかっていうなんかこう言葉を使うんですけど、ドクターの世界からすると、その重い軽いって何グラムっていう話になるんですよ。物理とかで言うと、その落ちる位置って何度とかなるんですけど、美容師って別にそういうんじゃなくても感覚で別れようみたいな世界なので、全く言葉が通じないのかなっていう、ところありますね。だから、面白い。同じ言葉でもね、意味が違ったりするんですね。そうですね。でもなんかやっぱそれに最初はなんか、やっぱドクターの言うことだからみたいな感じで、なんかやっぱドクターをちょっと上に見てたとことか、まあ医学博士上に見てたとこあるんですけど、でもなんかもう僕らはもうちゃんと20年以上やってきてるし、もう絶対最近負けねえぞって思ってます。素晴らしい、素晴らしい、いいことです。私もそういう裁判所のね、法律云々の論点はちょっと微妙ですけれども、こう、コミュニケーションとか、お話を聞くっていうのは自信ありますね。でもそれが一番ですね。本当に。なんかそろそろお時間になってきましたよね。あ、そうですね。あっという間ね、で。なんかあっという間ですね。そうですね。なんか今日はでも改めてですね、原点となった日のことを思い出せて、すごくなんかフレッシュというか、あ、また頑張らなきゃなっていうふうに思いました。単そ純うなでこすとね。でもほら、その4月の時から今ここに来るまで私たち頑張りましたよね。ですね、本当に。ね、ここまで頑張った自分を褒めましょうね。本当ですよね。ね、これ聞いてくださってる皆さんもぜひぜひご自分を褒めてください。もそうですね、う、本当ね、に。頑張ってますもん、皆さん。そうですね。大臣1年目は大変だよ。誰でも大変ですね。誰でも大変です。そうですね。でもその後ね、楽しいことが待ってますね。そうですね。まあ、ひとまず3年は続けないと明るい未来は来ないよ。ですよね。何かを見るのにね。いいですね。じゃあ、ぜひぜひ、新入社員の皆様も一緒に頑張りましょう。そうですね。頑張っていきましょう。明日から月曜日ですね。月曜日ですね。月曜日から頑張りましょう。一緒に。はい。といでうこは、とで、そろそろエンディングで。エンディングですね。今日も貴重なお時間でした。また明日の活力にしていただければと思います。30分お付き合いいただきありがとうおござい付きま合いしいただき、た。ありがとうございました。ではまた来では週。また来週。おやすみなさおやすみなさーい。い。